厳しそうではあるよね。うわー、吹奏楽だ、すげえいい挑戦者よ。そんなところに、危ないですよ。と、よくぞ来た。うわ、野球応援だ。私はホルスタ、草タイプ専門の芸術家、ボールジムのジムリーダーでもある。貴様のジムテスト、風車の上から見ていく、見ないで、今のアニを見つけ出す、その洞察力やが、ディズニーアバンギャルド。アバンギャルド、その神秘弾、神秘眼が勝負でも発揮されることを祈っている。では私たち二人の合作アートを作るとするか。うわうわ、盛り上がる、これタンタタタンタタタタン、整形開始だ。うわー、いいな、この入り方いいな。剣立ても良かったけど、これもいいな。で、多分ここでループだね。この剣立ての頃は4小節8小節ぐらいでループだったけど、これ16小節ループかな。ドゥルドゥルドゥル、そうだね、これループだね。で、じゃあそのフレーズの時に、ここら辺だね、一緒にね。芸術を破壊と創造、養分にならぬよう足掻くことだ。レベルがちょっと高いか。でもこれループなのかな。裏になんか別パートがうっすらと入ってはいるけど、ヒコナやめろて、眠らせてくるんじゃないよ。もうたびにとか、あーよいよいよ、ようやくだよ。お前の名前今からネボスキに変えてもいいぞ。お、完成か。おー、ミニーブ、唐揚げいきましょう。歓声が上がるのいいね。うわー、パート増えた、やっぱり。うわうわ、いいな、剣立ての時よりいいな、これ。出てくる時もかっこよかった。せやき尽くすね、一発。
ウソッキーね。ウソッキーでもあのまんまだとクソタイプになってくるんだよね。まあ、ラミーならいけるだろう。なかなか見どころがある。さっき完成まで一気に導くぞ。減らしたらしたらなのかな、これ変わるの。で、嘘から出たかもこと。落としてやめて、痛い。あ、めちゃめちゃいいこれ。なんか熱いな。剣立てはなんか本当にスポーツって感じがしたけど、これは何だろうね。なんかね、特撮の特撮っぽいよね。なんかレンジャーとかがさ、特にあれなんだけど、多分レンジャー系なんだけど、戦隊系かが倒すとき、敵を倒すときの感じがする。なんかオープニング流れて、オープニングとかなんか処刑用 BGM みたいな感じで流れてこう盛り上がる、めちゃめちゃ盛り上がるところね。なんかそんな感じがする。でもしかもこれ、この感じだと終わり方もちゃんと BGM あるんじゃない。アートは時にサイさんがいる。スピード上げていくぞ。何すんの。草分け。うわぁ、サイドステップしてる。つく急所に当たってる。あ、やっぱうわ、そうだよね、やっぱ。うわー、アーバンギャルド。アウトロまでしっかり作り込んである。え、進化してる。剣と手よりもさらに進化してる。しかもこっからシームレスに、なんというアーティスティックなタクティックス、技のパターン、獣のディキル、全てが取り澄まされている。貴様との戦いを芸術と言わずに、他の何を芸術と呼ぶのか。私の審査は文句なしの高額だ。その恥ずかしに抜刀申請しよう。記念写真にも応じてやるぞ。記念写真撮ってくれるんですか。うわ、ニヒルな顔いいね。ボールジムクリア。やー、めちゃめちゃ良かった。めちゃめちゃ良かった。ジム戦 BGM、おい、感動したって僕。